はい、皆さんこんばんにゃんこ、2020年1月の22日、20時3分です、先ほどから見てくれてる方こんどうもお気づきあざっす、8時から見てくれてる方あざっす皆さんよろしくお願いします森永さんお風呂上がりです。はい、これからね、2時間じゃ終わんないんでね、結局限定とこれね、この話と限定ってなるとね、なのでまあお風呂閉まっちゃうんでね、先にやってきましたと、いうことで、でね、ちょっと今日はね、もうさっきピッと見た時にね、あの私の中でのトップニュースがあります何かというと、なんとですね、私が大好きな、渡辺、健さんの娘さんの渡辺杏ちゃんと、東出なんとかっていうね、お兄ちゃんが別居報道ということでね、もうね、多額の TV には珍しいワイドショーニュースなんですが、私ですね、好きな女性のタイプがですね、アンちゃんとか、木村多江さんというね、人が、私は好みでですね、アンちゃんが結婚した時にね、ちょっとショックだったということなんですけど、東出この野郎、お前何してんだお前、きっと浮気かなんかしたんだろうお前、ったくもうあんなね、可愛いお、ね、可愛い奥さんがいるのに、もうダメだな本当に男っつうのはこれって勝手に思っておる今日この頃です。そんなにね、うおーとか思うニュースではないんだけど、まあちょっとね、トピックとしてはいいかなみたいな感じで。あ、西谷さんこんばんは。その他、42人の方、どうも。いつも見てくれてあざっす。ということで、今日は、令和新選組がアイヌ、やっぱりアイヌのことについてちょっとね、深掘りするのと、それと、安富さんがね、ひとやさんこんばんは。あ、小田さんこんばんは。安富さんがね、ちょっとね、禅問答を仕掛けてきてるツイッターありまして、それについての、多額の答え、および考察をしていきたいなと思います。あ、誠さんこんばんは。多額誠さんどうも、それとですね、今日の、世界的にはというか非常に大きなニュースなんですが、なんと世界の中央銀行ですね、日銀、欧州中央銀行、イングランド銀行、国際決済銀行 BIS ですね、が共同のグループを設置して、中央デジタル通貨、CBDC っていうのを作るよっていうニュース、これが一番大きなニュースかなと思います。まあ、これはね、もうちょっと先に言おうか、今言おうか、どっちがいい？じゃあまあとりあえず、話したくてしょうがないことから言おうか。昨日の NHK の番組でやってた。あ、本当に、NHK ももうデジタル通貨っていうのはね、陰謀論でも何でもないですからね。もうすぐそこにあることなんで、皆さん、ということで、じゃあとりあえずね、安富さんのね、禅問答ですね、ツイッターでね投げかけたことについて、多額のアンサーですね、と皆さんの気持ちというか、どんな感じかなっていうふうに思います。それでまずね、
安富さんはこう声かけてんだけど、まず1、令和はいいと思いますかと、令和新選組はいいと思いますかっていうこと、まあ1問目、はい、私は令和は新選組というものはいいと思います。あった方がずっといいとは思います。はい、というのも令和はの考え方は、縄文文化の考え方に非常に近いんじゃ、じゃないかなっていうふうに思うからですと。はい、まずこれ令和はね、ずっとまあ私は応援してますから当然のことでこう話してます。さあ、2番目ですね。あ、竹島さんこんばんは。2番目ですね、世論調査はインチキなんじゃないかと思いますかと。よく政党の支持率とか、まあいろいろ出るよね。あれはインチキかどうかっていうふうに思いますかっていう問いなんですが、私はね、結構合ってんじゃないかなと思ってます。別にその意図的に数字を改ざんするとか、まあやる可能性は結構あるけど、全部が全部インチキとは全然思いません。またその調査の方法とかも、非常に疑問があるんですが、まあ軒並みその通りにね、投票結果というか、結局その蓋を開けてみたら同じような結果になっているので、まあ結構特に NHK なんかの出口調査とか世論調査とかは、まあ NHK ってねものすごい潤沢な金がありますから、潤沢な金を使って結構調べ上げてるんじゃないかなっていうふうに思いますので、まあ世論調査に関しては、まあ多角的にはまあインチキはそんなにないんじゃないかなっていう考え方です。はい。世論調査電話来たけど答えなかった。録音だし。ああ、そう。私も一回来たね。電話。まああれね、聞き方とかもあるんだよね。その質問の仕方によってこう出る答えが変わるみたいな、そういうマジックもあるんだけど、まあそんななんか軒並みその目くじら立てるような不正っていうことは俺はあんまり感じないっちゃ感じないけどね。はい、ということです。皆さんはどうですか。世論調査はインチキだみたいな、ね、たまにツイートで流れてくるんだよね。こう令和新選組はなんか自民党よりも支持率が高いとかさ、こうなんかこう来るんだけど、いやそれはねえだろうなとさすがに思ってます。なんかそのこうツイッターかなんかの例えばその多角 TV のアンケート調査とかこうできるんだけど、その多角 TV のアンケート調査でやればそりゃ令和新選組支持がもう圧倒的だと思うんだよね。でそれはインナーサークルだから、あ、三島さんこんばんは。インナーサークルっていう、まあ見てる人がもう結構団子状態で、まあ同じような人たちが同じようなものを見てるのがインターネットの特徴というかね、最近の SNS の特徴で、例えばツイッターは、自分がフォローしてる人しかの情報しか流れてこないのね。Facebook もそうだよね。自分が見たいと思う、フォローしてる情報が上から流れてくるので、だからその中ではもう令和は圧倒的に人気みたいに風に錯覚してしまうっていうのもあると思う。まあ、虎ノ門ニュースで調査したら安倍支持率が跳ね上がる。あ、そうだろうね。虎ノ門ニュースとか、だと、もう絶対そうだろうね。で、まあ、なんつうのかな、その、見てる媒体によって、色がものすごくこう、カルト化するというかね、こう、それがね、今の世の中の特徴なんだよね。
そう、 N 国の調査もかなり偏りがありますね。はい。で、調査も、まあ、電話でね、選挙間近の調査結果の公表は必要なし。まあ、確かに。まあ、あれはまあ、鎧誘導だろうなっていうか、まあ、まあ、なんか今回のね、森友、加計、桜、そしてカジノとかね、まあ、ああいうの見たらね、そりゃ、ね、世論調査で自民党支持しないを選んだらプチって切られるっていう噂も聞いた。いや、まあ、それはないと思うよ。まあ、最初、あの、サンプルも、まあ、あちらが一応決めてるんだけど、まあ、不正だっていうことでもないかなっていう立場です、高くはね。はい。じゃあ、三つ目。日本の選挙自体が不正じゃないかと。いう話なんだけど、みんなどうですか？不正選挙だ、武蔵だみたいなね、あると思うんだけど、まあ不正選挙はゼロじゃないと思うね、全然。あとそのまあただその武蔵がっていうのはちょっとどうかなというふうに俺は思います。武蔵ともう一個あるんだよね。演算する機会で、まあそのメディアより捜査させてても確認しようないから何とも言えない。別府市長選無投票、優秀じゃないよ長野なんて。武蔵説は微妙。まあ武蔵がってこう言うのはどうかなとは思うけどね。でそのただね、ただ、その、不正をしようと思ったらできる環境であることは確かなのよ。例えば、その投票箱を、その場で開けないで、必ず一箇所に集めるじゃない。一箇所に移動するでしょ？あの、移動する途中ってさ、誰か監視してんのかっつ。その、例えば、車で移動してます。とか、あとね、その時にこう誰かが鍵を開けて取っちゃうってこともできるじゃん。まあ書き換えるとか、鉛筆であることもちょっとどうかなっていうふうに思う。でその投票以前の問題で、その例えば老人ホームとか、介護施設とか、そういうところの票っていうのはなぜかそこの施設内でできるようになってまして、あれって本当に本人が書いてるのかなっていう疑惑はあります。はい。それとあの開票所とかで投票所行くと、なんかよくわかんないおじさんとかおばちゃんがさ、こう偉そうに見てんじゃん、あれ何なのとかね。なんかいろいろ疑問はありますが、そのおおむね、その、なんていうのかな、票、大きな不正、武蔵のあれでとかいうのは私はないんじゃないかなっていうふうな立場です。はい。はい。皆さんどうですか？まあ、そりゃありますよ。選挙は戦いなんで。いろんなところで不正をしようというかね、そういう動きはあったりなんかすると思うんだけど、マイケルさんこんばんは。平塚みたいに開票現場に動画撮るのは論外。いや、開票現場には写真も OK だし、動画も OK だよ。みんな行けることもあるし、あと、開票立ち会い人っていうのにも、なろうと思ったらなれます。ただ、その、私が言ってるのは、いや、俺が甘いのはわかるけど、太郎ちゃんが甘いのはよくわかんない。で、じゃあもう選挙意味ないじゃんっていう。いや、不正はできると思うよ。不正はできるとは思いますが、不正が大規模にあるとは言い切れないっていう話をしてます。
だけどその今の権力者からしてみたら今の方がいいわけだから、変えようがないし、それをギャーギャー言ったところで何も変わらないよねっていう、いう立場ですね。パソコンネットでやってるとは思う、分かんないね。それはよく分かりません、マイケルさん、あんまり言うと、ゼロ票ね、本人も入れてねえのかって話だからね。あ、平塚さんね、平塚さんはちょっとね、まあああいうビジネスだから、あの突撃ビジネスだからね、平塚さんの場合、だそういうことなのよ、突撃ビジネスなんで平塚さんは、突ビジですよ、でこのね、不正はあるとして、投票箱をね、透明にしたりとか、あとその場で開票するとかね、そういう風に、あとブロックチェーンとか今後ね、いろいろ不正をなくす方法はいくらでもあるとは思います。ただその今現状でそのなんていうのかな、その言うのはどうかなと思うよ、俺。あんま意味ないからね。あと投票で先生と与えてアルバイト、後ろで何もせずぼーっとしてるのが選管職員。そう。すごい給料高いんでね。まあ、選管のね、職員はね、選挙の時よりも選挙の前の方が大変なのよ。政治家からバンバン電話かかってくるし、その後も事後処理とかもあるし、市役所の人間だと思うなんだけど、もうでもあれっていいバイトなんだよね、あの開票の時ってね、市役所の役人があれ、あれが出んだよね、あのなんつうの、時間外手当が出るということで、マスコミを使った報道が不正と言えるが、投票所は不正がないと思うと。なんで開票ミスで済ませてる感はある。確かにね、徹底的にやるべきだけどね、徹底的にやるべきなんだけど、と思うね、それは、はい。まあ私は不正はまあ局所でいっぱいあるかもしれないが、そんな大きな、なんか令和の票が何万票も捨てられたとか、よくね、あったのが東京選挙区ね、太郎ちゃんが60万票も取ってたのに、野原さんが20万票しかないなんておかしいと、まあいうのは、その俺は別におかしくないというか、まあ、当然の結果だったんじゃないかなと思います。はい、投票率がほぼ 50% の不正があるので諦めてる人が多いんじゃないでしょうか。投票率 50% だから諦めてるっていうか、どうなんだろうね。会社のバイトした時に感じた、当選する人はすぐ分かったと。あのバイトは時給が高く、23時まで時給が出て、21時ぐらいに終わって23時まで給料が出た、楽だし美味しいバイト。そうなんだ。ということで、このことはそういうことで、はい。4つ目ね、東日本大震災は、人工的に起こされたっていうね、投票だから、投票終了直前に当確が出るのは不正選挙の疑いっていうかね、あのね、俺がね、その選挙出た時に、その本当、まあ前に言ったけど、選挙が終わる、投票が始まる前に、もうその前日か前々日に他の陣営が勝利パレードしてたのよ。なんか皆さんありがとうございます、ありがとうございます、なんとかなんとか今年も
今回も受からせていただきます。4年間、今後4年間頑張らせていただきます。ありがとうございます、ありがとうございますって言ってたよ。うん、あのあれ何、うん、びっくりしたけどね俺、すれ違って、うん、でだからまあ不正はないけど票固めっていうか、もうなんつうのかな、もう本当にあの今回俺も戦って分かったけど、あの俺なんか惨敗だけど、そのなんつうかな、本当に選挙活動なんか1ミリも辻立ちも見たことない、ポスティングもチラシも巻かない、その見たこともないんだけどトップ当選みたいな、そういうのってよくあるんだよね。それってもう なんつうかな、もう分かってるというか、うん、だからそれを不正と言ったら不正なのかなと思うんだけど、うん、あ、吉田こんばんは。うん、大きな選挙ほど不正をやられる。じゃあ令和が200万票取れてるのはおかしいじゃないですか。大規模な不正があれば沖縄知事選で玉城デニーさんは勝てない。うん、そうだよね。うん、あ、西谷さんコンティニューコインありがとうございます。うん、選挙はね、投票前に結果が大体わかるっていうか、もうその、うん。もうそう、だから、ね、新しい人が出てこないわけよ。ね、地盤、看板、カバンがないって言ったら無理みたいなね。出来レースなの。そうそう、出来レース。うん。令和はもっと取ってた。いやー、あれはあの通りだと思うよ、俺は。うん。あの戦略ミスですね、うん、戦略ミスで、300万票取れなかったっていうふうに私は思ってますけど、うん、だからその当然の結果というかね、うん、だからよくまあ230万票取れたっていうのはすごいなと思う。逆にね、逆にすごいっていう、あんなに取れてすごいっていうふうに思う。うん、で、次のね、安富さんの全問答ね、さあこれね、俺のとこにも結構来るんだけど、東日本大震災は人工地震をでやったっていう人結構いるのよ。俺はこれね、それは無理だろっていう派。それはもう全然全否定ね、それないなって思うけど、結構まあ、米軍がそれをやったみたいな、うん、うん、だからその山本さんね、そのなんか数十票まで読めるってこと自体がおかしいんだけどね、うん、人の心情わかんないじゃん、誰が何投票するのはわかんないのに、その票が読めちゃうってことはガチガチにその人を縛って投票させてるってことだから、本当はそれはおかしい話なんだけどね。だけど、まあ、そういうことになってん、日本の選挙っつうのは。うん。うん。ただ、1日はバカになんないよ。だから、俺なんかが300票以上取れたっていうのも、もうそれもありがたいことだしね。うん。人工地震は可能性としてあり得る。本当ですかね。うん、技術的には可能。あ、ファーさんどうも、初見さんありがとうございます。人工地震は無理だろう。うん、支持政党なしの人が投票しないと世間通りの結果になってるの。あ、まあそうだね。うん、あ、占い検索占いの時に来た人俺直接会ってんのかな。うん、あのね、辻立ち、もちろん駅立ちも辻立ちもしたよ。うん、駅はね、別府駅でやったら、あのやるなって追い返されたよ、駅長に。なんか敷地内で立つなとか言って、はあみたいな、お前選挙で駅立ちしなくてどうすんだみたいな言っても、なんかもう30年間別府では駅で立ってる人間なんかいないって言ってた。うん、うん、
や地震はね、これはね、あの俺の兄貴がね、実はあの、ああお茶ありがとうございます、あの新潟大学の地質学部ってとこで大学院まで行ってるのよ。それで結構ね地震のことはね、話し合ったんだけど、そのエネルギーのレベルからしても、あの例えばその核爆弾で誘導してやるって言っても、核爆弾の数値だったらもう絶対わかるって、その専門家が見れば間違いなくそれが爆弾で、核爆弾かなんかで引き落としたとなったら、その核爆弾の数値が出るから、それ全て隠蔽するってことは不可能じゃないっていう、日本だけを、日本がだけがそのなんつうかな、あの取ってるわけじゃないからね、数データをロシアも取ってるし、当然北朝鮮も韓国もフィリピンも取ってるわけで、アメリカも取ってるよねっていう、こう数値を取ってるから、うん、うん、だからその俺的にはちょっとエネルギーの桁が違いすぎるから難しいんじゃないかなっていうふうに思うし、そのここは俺はちょっと難しいんじゃないかって思う、うん、いやだから人工的にやったとしたら大量殺人ですよ。あ、震源が浅いやつ、この熊本のあれとかね、うん、よく聞くけどね、うん、いやもしかするとできるんじゃねえかなみたいなのもあるかもしんないけど、まあ、うん、令和新選組としてそれをこう認めちゃうのはどうかなと思うね、うん、自衛隊関与説ありますね、はい、全然自衛隊関与説あります、熊本地震はね、まあ位置的になんかそんな感じ、うん、っていうのはなんかなんとなくわかるけど、なんかね、あ、猫にゃんちゃんどうもどうも、うん、いや人工地震の話してるよ、うん、人工地震どうなのっていう。でね、あんまね、あ、ありがとうございますコンティニューコイン、うん、で、まあ北朝鮮の核実験も感知されるぐらいだから、感知されない人工地震は無理、うんだと思う。だから、お茶やコイン欲しいですか？うん、欲しいです。はい。熊本の地震のように3連発、4連発は気象庁も前例なしと言ってる。ああ。誰が何のためにするかっていうのもね、あのだからその地震を同じ場所に、同じように本当に起こせるとしたら戦争がもういらないよね。あの戦争兵器がいらないよね、うん、これほど強力なものはないから、うん、もし それが実用化できてるんだとしたら、もう通常兵器はいらないっていうことになるかなと思うよね、うん、まあまあまあ、そういうことで、私はない派です、はい、さあ最後に、うん、いや可能性といったら全部丸でしょういやでも可能性だけど、まあ、それをこうね、こう政治をやる人が言ってしまうと、ちょっとね、あの票が取れないというか、まあ、黒川さんあたりはね、それでこう売ってる人だけどね、うん、そうですね、原発の下で起こせば戦争に勝てるわけで、うんうん、あのね、地震はね、P 波がない地震は予知できないという専門家の意見というか、あのね、地震はね全く感知できないのが本当の男だと思う。あの今回の東日本大震災の時も、地震の専門家のある人たちが誰、ほぼほぼ誰も予見できなかったじゃん。だから、もうほとんど意味ないみたい。だから地震は分かんないみたいよ、実際ぶっちゃけ。あと東京で起きるかもしれないとか、あとね、
東海 地方とか近畿のあそこら辺とか、起こるっていうのも、安富さんは、禅問答してるっていう、北朝鮮の核物件の発動は日本にまで来てる、うん、3.11 もそうですが、あの後の富士山のあたりの震源が正方形でバレバレ、はあ、まあ正方形でっていうのはちょっとようわからんけど、うん、P 波のない地震はありえないからデマ、はあ、はあ、そうなの？うん。地震っていまだに本当のとこわかんないみたいよ。なんで起こされるか、マグマなのか地殻なのかもわかんないから、うん。福島の事故は人工であろうが長野の起きたわけだし、うん、まあそうだよ、うん、だから起きた、うん、でこれ禅問答だから、そのなんつうかな、これを機に議論をしましょうっていうのが安富さんの意見なんだと思うんだよね。そのただただ質問をして答えるんじゃなくて、安富さんはきっと韻を踏んでるっていうかさ、意味があるから、これをみんなに、令和の支持者に投げかけてみんなで話し合いましょうって話なんだよ。誰かが後人の方で浜田さんだったっけな、とハープを認めてたりする人もいるみたいですが、人工地震は厳しい。後人の人でもね、例えば石破さんがね UFO のことちょっと言ってみたりとか、ちょこちょこあるよ、うん、だから絶対ないとは言い切れないし、うん、とは思うよ。はい、で最後ね、国際陰謀論、国際陰謀組織はあるんでしょうか、ということなんですが、はい、私はここは丸アル派です。国際陰謀、国際的な、なんていうかな、そう、陰謀っていうのがね、陰謀っていうのはその日本語としてちょっとよくわかんないんだけど、国際組織っていうのはあるわけじゃないね、だからそれは私はあるんじゃないかなと思ってます。うん。アマチュア無線やってる人に聞いてみたらいい。ああ、そうなのね。アマチュア無線うちの兄貴やってるわやってたな。うちの兄貴は ほぼほぼ全部否定ですね。ただね、ロックフェラーとかロスチャイルドとか、そのね、家系とかね、人脈っていうのはつながってるっていうことは、私はね、結構文系なんで、結構そのこの人とこの人は、例えばさ、イギリスの王室とさ、ロシアのさ王室とさ、ドイツの王室とかつながってんじゃん。ね、うん、私はあると思ってるっていうか、あるって、もうロックフェラーってだって出てるからさ、もう名前も出てるしテレビにも出てるし言ってんじゃん。あとちょっと前にさ、エプスタイン事件になるものがあってさ、あんなの絶対陰謀だとかさ、そんなわけねえだろうみたいな、ロリータ島なんてあるわけねえだろうみたいなさ、そんなところに世界の要人が行ってね、それこそアンドリュー王子みたいなさ、イギリスの王室の人間まで行ってさ、やましいことをやりまくり、なんてことはあるわけないし、そんなの無敵だしさ、そんな都市伝説だぜって言ってたでしょ。うん。でもあるじゃん。ね。で、今回のイギリスの王室だってさ、またアフリカの血が入ってきたみたいなさ、ね。彼女のそのメーガンさんがカナダかなんかのね、お母さんがアフリカ系アメリカ人みたいな感じでさ、うん、例えばブラックロックとか、ちょっと前にね、出てるその投資会社ロックって書いてあるのがロックフェラーなわけだし、あと私がよく見てるブリホンホールドかなっていう、金のインターネットで金が買える世界一の会社は ロスチャイルドっていうのが株主に書いたんだよ、うん、だからといってさ、
そう、国際的な超富裕層はもう本当にね、友人関係というか婚姻関係とかでこうネットワークになってて、もうあいつもうだから友達の友達はなんかね、あのなんかこうあのスティーブ・ジョブズみたいなさ、でその友達はみたいな、その友達はグーグルで、その友達はアップルでみたいな、でその友達はマイクロソフトでみたいなさ、でアリババのジャック・マーも友達で、ソフトバンクの孫正義も友達みたいな。そうです、20世紀 NHK のね、映像の20世紀でロックフェラー家、これもものすごくいいですから見てくださいね。あとその、ロックフェラーだけじゃなくて、誰だっけ、デュポンとか、あのそういったところがヒトラーにお金を出してて、実はヒトラーを作ったのは誰かみたいなのもやってます、 NHK でやってます。でこれ残ってんだよ。だから私はね、この国際的なそういう組織っていうのはあると思ってます。これは確信というか自分の中ではそう思っております。とてもですね、安倍晋三が一人で決めてるとも思えないし、ドナルド・トランプが一人で決めてるとも思えないと、タイの富裕層は半端ないっていうか、インドの富裕層もね、でまあそのなんとかな、富裕層っていうか、そのなんとかな、土地が私有化したっていうかさ、誰があの土地を持ってるかってい いうようなことってさ、例えばそれって世襲するわけじゃん。で世襲して友達も あの例えばあのインナーサークルで、日本のインナーサークルで言うとさ、慶応技術幼稚者とか、ね、そこで中曽根康弘のお孫、中曽根康隆と桜井翔がお友達とかさ、幼稚者からのお友達、中曽根と桜井は、これってなんつうのか、なんかその陰謀じゃなくて事実でしょ。でこれは日本国内だけだけど、もっと言うとオックスフォードとかハーバードとかさ、世界的なああいうところもあって、それは学校だとするとですね。あ、姫さん、初見さん、どうも。明日山本太郎さんのお話会行ってくると。皆様から何か質問したい、欲しいこと、あーなんかあるかな、まあ、あとはIMF はアベノミクスを支持しているのか、つながってる、はあ、ははあ、トランプ心臓も手先に過ぎない、ディープステートの闇、華僑とかもそうだね、ほとんど、トランプの裁判意味なくないって、あ、そうね、意味ないっすね、トランプの裁判は意味ないっす、ロケットのホンブラウンも何の投下もなく堂々と NASA で映ってる、あ、確かに、まあね、そういう世界的に国境を越えてつながってるようなものは私はあると思ってますね。IMF のナンバー2が日系人、それって昔だったんじゃなかったっけ。あ、占いで俺のとこ来んのこれ、占いはね、西洋占星術と手相とタロットをやります。なんでだろうね、占いかなんかのタグで来てあるのかな俺。ワクチンのこととか、抗精神薬にこと質問、いいでよ、ああそっかそっか、三島さんね、安倍はテストとして子供を食べたって陰謀論、俺はね、ああいう世界ってあると思ってます。なんかヤクザの杯みたいな、ああいうもので世界の一部の人たちはつながってるのはあって、それがダボス会議みたいな、表のダボス会議、裏のダボス会議みたいなのもあるんじゃないかな、3000人集まってね、何をやってんのかなみたいな、集まるなんかネットワークがなければ集まる必要ないんじゃないかなみたいなね、あれって何なのかなみたいな思っちゃうんだけど、
日本のテレビは視聴者を知らぬ間に自民党を支持するよう洗脳するような報道方針になっているのではないでしょうか。まあそれもあるだろうね。その方が出世するからね。ということで、皆さん、この安富さんの全問答ですね、高くは丸、バツバツバツ丸です、ということで、まあ安富さんはね、なんかねこれに対して、なんか、安富さんなりの答えをツイートでね、言ってますので、それも安富さんのツイートで見てみてください。政治家より鍋つねが強い。そうね。あ、そうだね。デジタル通貨のことを聞いてほしいな、俺も。てかね、デジタル貿易協定のこと聞いてほしいな、三島さんに。あの、令和もあんまり言わないんで、それを。ここ最近、安倍はテレビ、メディアの重鎮とか会食重ねてる。あ、そうなんだ。はい。じゃあ、アイヌのことについて話しましょう。アイヌと令和。私ね、縄文文化、アイヌ文化、昔から好きでね、結構そっち派なんですよね。そっち派っていうのはどういうことかっていうと、ちょっとそういう、令和はデジタル貿易協定にどのように向き合っていくって反対する していくんですかっていうことを聞いてほしいですね。その貿易 日米貿易協定のことは結構こうパネルとかにさ出して、すごいその講演でもこれだけやばいみたいな、トウモロコシがどうこうとかすごいこう、太郎ちゃんはやってるじゃん。でもさ、デジタル貿易協定は俺が知る限りほとんどやらない、外線でもやらない、何もやらないっていうことなので、そのデジタル協定をどのようにこう覆すかというか、 あれの認識、デジタル協定自体、貿易協定に関しての太郎ちゃんの認識をまず知りたいし、でその知ってるとしたら、そのよく知ってるとしたらそれをどう覆すのか、令和としては、令和新選組としてはどう向き合っていくかみたいなことを聞いてほしいな。で、まあこの何度か紹介してます、縄文人の日本史、これはですねちょっと面白くてですね、結構、ゆっくり見てるんだけどね俺これね。皆さん、実は、この奥州藤原氏っていうの覚えてる？あの弁慶とさ、それとあの義経の時代ですよ、源の。その時に3代にわたって、北海道で栄華を極めた藤原氏っていうのがあるわけさ。でこのね、藤原氏が縄文人なんだよ。まずこの江見氏だから、東北のこの歴史を見ると、この藤原氏っていうのは、奥州藤原氏はあれなの、縄文人なので、ここの縄文人の王国ね、これが100年続いたわけさ。でそこに逃げ込んできたのが義経ね、逃げ込んできたのが義経で、多分ね、弁慶もこの本によると、弁慶は修験道ね、要するに、山伏の人だから、山伏っていうのは縄文的な山岳信仰なわけで、だから弁慶からして縄文的な考え方の人ということで、で、義経がね逃げてきて、それをこう守ったわけね、まずね。で守って、それでまたね何度かやってんだ、助けてるんだけど、こうついにね
義経を殺しちゃうわけだよね、これ。で、義経を殺しちゃって、藤原氏の、その、縄文のね、人たちがね、許されたかっていうと、大和王朝っていうかね、その当時の源王朝ね、鎌倉とか、これからなってくる、は、この、東北の、この縄文文化の蝦夷の人たち、この人たちに何度も負けてるわけ、アテ類とか、その前にもうすごい強いわけよ、縄文人っていうのは。だから何度も何度も大和王朝は戦いを挑んだんだけど負け続けて、その積年の恨みがあるから、義経のことがあろうがなかろうが、この藤原氏のことをこう潰そうと思ってたということで、ついにね、源頼朝が、遠くに行って、でこの蝦夷たちを殺したわけだ。で殺して、藤原氏滅亡したんだけど、滅亡したんだけど、この生き残りが北海道に渡ると。これがアイヌ、こっからアイヌになると。要するに北海道にいるもともとの縄文人と、それと遠くにいたそのアテ類の先、なんつうかな、後継者みたいなのが、そうだね、チンギスハーンになる可能性もゼロではないみたいなね、あの当時の時間軸から言うとね。まあどうか分かんないけど、まあその、まあ義経が天才ってことは間違いないよね、戦いの天才で。その天才ゆえに、その当時の縄文人たちに受け入れられたっていうようなことだから、まあそのでね、これがすごい面白いんだけど、皆さんね、実はその後に元寇ってあったでしょ。要するにチンギスハーンたちが日本に攻め込んできたわけよ、何度も、2回、大きくは2回で、時の北条なんとかが撃退したわけだよ、これ。撃退したわけだよ、これ。で、撃退したじゃん。まあ、運が良かったとか、まあ、武士が強かったっていうのはあるんだけど、これね、面白いことに、北海道のそのアイヌには、何度もね、実はそれより前に、元寇より前に、モンゴルのそのチンギスハーンは、攻め込んできてんだよ、北海道のアイヌに。で、しかもそれ何度も撃退してるわけ。これがすごい。その規模が、1万人ぐらいの規模で、こう攻めてきてるわけ、当時。モンゴルから、北海道に。で、そこにいるアイヌと戦うわけさ。で、アイヌは数百人なんだよ。まあ、よくて1000人ぐらいしかいないの。なのにもかかわらず、撃退してんだよね、これ。何度も。これがすごい。どんだけ強いんだっていう話で、アイヌが。そのなんか、縄文人やばすぎるね。外敵に対して強すぎるっていうか、超好戦的、超戦闘的っていうのをびっくりしてね、俺。まあ、そんなこと知らんかったんだよ、俺。びっくりしました。で、その後ね、こう、アイヌは、モンゴルと和睦をして、当時日本の、まあ日本ではないね。日本とは言い切れないというかね。ただ日本人と違う、アイヌが日本人とは違うっていうのもちょっとおかしいよね。縄文人だからね、みんなね。DNA 的にはみんな縄文人で。で、そんなんか、なんとかな、誇りが高いわけよ、すごい。誇り高いアイヌ。その縄文人っていうのは誇りが高い。だよね。で、自分からなんかどっかを攻めるとかもあんまりないんだけど、攻められた時とかにものすごい反発するというか、そういうふうに思います。で、モンゴルに一回、負けるという感じなんだけど、
ヒグマの毛皮とか金とかを貿易で、まあ、モンゴルに売っていたわけで、その同じような時期にその朝鮮の高麗っていうところはモンゴルに攻め滅ぼされて、もう散々な目に遭ってるわけ、朝鮮は、あの当時から。で、でも北海道にいるアイヌは攻め滅ぼされることもなく、うん、ちゃんと貿易もできてっていうのは、そのなんつうのかな、その戦いぶりがねものすごい強いから、やっぱ敵に回したくないっていうね、そういう思いがあったんじゃないかっていうふうに、あの推測されると。Google のラリーページはウィッカーマンが好きだった。ウィッカーマンって何、名前忘れたんですが、南方南洋の島でそうやって欧米人を撃退したところがある。あ、そうなんだ。へえ。それだけ強いアイヌ人がなぜ江戸幕府の残党にやられてしまったのか。そうだね、トンデン兵とか、そうかね、まあ、時代の流れじゃないかな。時代の流れっていうかね、と思うよ。でまあね、俺はその、今日の話の中では、令和新選組とアイヌっていうことを俺は表題に出してたわけよ。これ YouTube の方でね、YouTube ライブはやってないんだけど、こっちでライブやってんだけど、まあそのね、やっぱり強いってことが大事っていうね。でそのやられたら強いよっていう、だから令和はやっぱりこう各部族がね集まる戦いのやり方なのかなって、すごいアイヌっぽいっていうかさ、縄文っぽいやり方に思ったから俺は何度か言ってるわけ。令和はアイヌじゃねえかと。だからなんか沖縄色が強いんだけどさ、なんとなくね。まあそれはわけはね、限定で話すけど、その沖縄よりも北海道に行ったその縄文的な考え方、やり方、要するに部族が集まって外敵に対して一丸となって戦うと。そして、まあ平時の時は仲良くやると、あの日本人同士戦わず、アジア人同士戦わずと。そうだね、明治の時はまあ産業革命があって、そのアイヌだけじゃなく日本自体がやられちゃったんでね。やっぱりその蒸気機関っていうものは強かったっていうかね、思うよ。まあ皆さんね、いや俺はねちょっとね、新たなね歴史の発見でね、いやちょっとワクワクしてるね。徳島空港にあるら、あそうなんだ。へえ。いや胆力じゃないかな、森永さん、やっぱり死を恐れないというか、やっぱり戦いは最終的には胆力、同じ武力であればもう胆力というかさ、そういうものだと思うよ。やっぱりその分かんないけどね、その当時のアイヌ人とか縄文人っていうのはどういう戦い方をしたのかっていうのは分からないんだけど、まあ、肉体的な強さもそうだし、やっぱり心だよね、折れない心というか、ああウィッカーマンってあれか、あのバーニングマンじゃないの、バーニングマンってあれだよね、燃やすやつだよね。テレビからオファーあったら出演しますよ。はい、覚悟、ああそうかもね、覚悟っていう感じ、
だそういう令和も集団になったらすごいんじゃないかなと思いますので、うん、なんとか考え方部族が違うから、部族だからアイヌも全部が一緒じゃないじゃん。アイヌって一緒じゃなくて、その民族がいろいろあって、こう何々部族何々部族何々部族がこういてさ、こういるわけさ。それぞれ村がこう あるわけさ。でそれぞれに村長がいて、それぞれに独立してるわけだよ、普通の時は。だけど外敵が来た時はみんなで一緒になって戦うってことじゃん。で令和の感じって俺そんな感じに思うんだよね。今はもうその普段は交わらないような人たちが令和という旗の下で一緒になってると。それなぜかというと外敵がいるから、もうその生存権を脅かすような状態になってるから、うんうん、あそうなんだ、機嫌はウィッカーマンなんだ。あ強さというよりは天皇の DNA 鑑定。なるほど、はい。まあ高く村長みたいなもんですかね、高くのとこはね、うん、はい。ということで、もう一個最後、これは言わないといけんね皆さん、日欧中央銀行通貨研究マイナス金利で、五穀同舟と、ロイターの記事ちょっと読みますねこれ、うん、日銀、欧州中央銀行、ECB かっこ閉じ、イングランド銀行など、中央銀行6行と国際決済銀行 BIS ですね、 BIS は共同のグループを設立し、中央銀行デジタル通貨、通称 CBDC の活用のあり方を検討すると。異例の共同研究の背景には急激に進む技術革新と Facebook が計画するデジタル通貨リブラの脅威があると。金融政策のツールとして CBDC の可能性を議論するが、共同チームはマイナス金利政策への懐疑的な見方 が高まる欧州の中央銀行と同政策を維持する日銀が、5越同州ですねの格好になると。世界初の事例だと。共同研究に参加するのはこれすごい記事で、これすごいんだよ皆さん、とんでもないことなんですよ。日銀、カナダ銀行、イングランド銀行、ECB、欧州の EU の中央銀行、スウェーデンの中央銀行、スイス銀行ですよ、スイス国民銀行、最後に BIS ってとんでもないよねこれ。これまで日銀は2国間で調査研究は行ってきたが、6つの中央銀行が共同で研究を進めるのは世界初となると。急速な技術変化や民間のイノベーションの動きなどに対応するため、3カ国の中央銀行で協力して調査研究を進めると。年内にも報告書をまとめると。年内2020年ですよ。議論の主なトピックは、中央銀行デジタル通貨の活用のあり方やサイバーリスクへの対応などと。民間銀行がすでに電子マネーなどの機能を拡充されていることを背景に、民間の決済インフラと比較してデジタル通貨のメリットはどこにあるかも議論の焦点となると。さらに共同グループは CBDC が金融政策のツールとして活用できるか、金利を付与できるかについても議論すると。ただグループに参加するスウェーデンの リクスバンクは昨年12月マイナス金利を撤廃したばかりと。欧米ではマイナス金利の政策の効果に懐疑的な見方が高まっていると。マイナス金利政策を維持する日銀を交え共同のグループの議論がどう展開するか、注目されると。それでこれなぜやったかっていうのはリブラですよね。日欧中央銀行が、共同研究に、至った背景には Facebook のリブラの存在が大きいと。前日銀決済機構局長の山岡博美さんは見てると。
ロイターの21日のインタビューで、先進国の中央銀行がきちんとデジタル技術を応用する努力をしていると示すことで、リブラのようなものを牽制する願いがあるとの見解を示したと。これリブラじゃないでしょ、これ人民デジタル元でしょ。昨年リブラ構想が浮上すると、既存の通貨秩序を壊すものとして各国の政府投資者の強い反発を招いたと。法定通貨の存在意義 が乏しく、銀行を通じた金融サービスから円同意諸国の人々をはじめ、世界的にリブラが普及したら、財政政策も金融政策も既存のものが通用しなくなるって書いてある。かっこ日本政府関係者かっこ当時との危機感が高まったと。ただ今回の中銀デジタル通貨の研究の先に、リテールで広く活用できるデジタル通貨が生み出されるかどうかは不透明だと。中銀デジタル通貨の発行は各国に委ねられる、国ごとに事情は重なり、日本は未だ現金需要は高い。日銀は現時点でデジタル通貨の計画発行計画には否定的だという記事です。どうですかこれ、このニュース、ね、南部藩も騎馬隊が強かったのは義経の名乗りかな。あ、そうかもね、うん。テレビは見向きもしないデジタル通貨とブロックチェーン、本当だよね、うん。こういったニュースはほとんど見られない。昨日のクローズアップ電波がデジタルマネーだった。あ、そうなんだ、うんうん。えらいニュースだよみんな、これすごいニュースでしょね。あのこの今6カ国って、これ何この早々たる中央銀行、これ本丸でしょうな、本丸じゃない、ロスチャイルド本丸じゃんね。これデジタル通貨やるでしょね。要するにこれはリブラとか、それとかデジタル人民元とか、これがもう今年中に出てくるってことに対してやばいやばいということなんですよ。さらにこれ日銀が独自にやらないってことは、これあのこれね、あの太郎ちゃんにこれ聞いてほしいのは、やっぱ財政政策とか金融政策もこれデジタル通貨になって、日本が通貨発行しないとしたら、できないとしたら、もうな MMT とかもできねえじゃねえかよ。通貨発行権がねえんだからと思うのよ。で日銀が未だにこれをやらないっつうのが、デジタル通貨は日本だけやらないってできるんですか、うん。でそう、取り残されて終了なんよ、うん。あ、いえいえ、ね、こんなちゃん、もう全然情報は正しいものしか出しちゃいけないなんてないから、別になんかこうね、やばくないですかこれ。こうもうだから中央銀行も大慌てで今年中にデジタル通貨を作ろうとしてると。日本は独自には作らないってことだよこれ。日欧とかさ、結局傘下なわけでしょ。ヨーロッパとかさ、まあアメリカのポチだけど、でアメリカもアメリカのデジタルドルを作るわけよ。当然作りますよ。早速ソフトバンクに聞いてみよう、うん。えらいこった、これはニュースにせないとと思ってさ。これが世界で一番重要なことだと思う。今までの通貨が使えなくなる、使わなくなる、発行権自体がどういうふうに今まで通り日銀が作るのかっていうこと自体が変えられる。それを今日ダボス会議でやってるはず、24日までやる。にこういうニュースが出てくるのはなんでかって言ったら、今ダボス会議でそれを話してるんでしょ。どうすっぺみたいな、さあどうすっぺ話を彼らが話して、決まったら国に帰ってそれをやるということだけど、
安倍ちゃんは呼ばれてません。日本の安倍ちゃんも日銀の黒田総裁も行ってる形跡がありません。日本は議論のテーブルにすら乗れてないのかもしれませんね。これそういうことでしょう。これ大丈夫ですか。これヨーロッパのいいようにアメリカのいいように彼らのルールで作られ、日本はむしり取られるんじゃないですか。やはりこれどうなっちゃうのかな。要注意や。あくりちゃんおかえり、うん、デジタル通貨の話してるぜ。中央デジタル通貨もうねやばすぎるよこれ、うん、あれ MX 出たの。あとたまるさんた、あのでつねちゃん、つねキングさんもつねちゃんもねあんまりデジタル通貨のことは話さないんだよね。その俺はねこれを話さないと、うん、世界の決済がデジタル通貨になれば貿易も海外旅行も困難。いやー困難か分かんないけど、だから日米デジタル貿易協定はこういうことだから、うん、だからそれ以外のことっていう、もので決済が決まるっていうかさ、うん、FRB や、BOE も通貨発行権持ってても仕方ないから国に返すかもしれない。だから国が発行できるかどうかですよ。これリブラっていうのは民間が発行するわけでしょ。でこれからねアップルとかグーグルとかどうするのかなとかね、民間企業が国際的なでっかい民間企業が発行するというのはそれリブラなわけや。で国が発行するののモデルケースがデジタル人民元中国で、中国の場合はアリババとかテンセントとかあそこら辺も中国人民元デジタル人民元を普及させるから、中国はもうとにかく国会とかその反対とかないからさ、一党独裁だから早いわけです。でロシアも今10年以内に必ず作ると、もうロシアもデジタル AI デジタルやると、だからデジタルルーブルになるわけですよ。ロシアなんかも早いのよ、だってやつらは独裁だから早いわけで、それに対して EU とかは民主主義だから。で今回のブレグジットね、イギリスが抜けたで中国にすり寄ってるっていうのはこのデジタル大革命の大きな波なんですね。でこれが報道されない、論議されないっていうこと自体がもう終わってるよねって思っちゃう。俺なんかこれ大事だと思うんだけど、どうですか。今日僕のチャンネルを見てくれてる70人の方、あの日本円が使えなくなるんだぜ、うん、あ中国は偽札が多いからデジタルとか、まあそれはうん、まあそれバカですね、はい、そんなような次元の話じゃないです、うん、まさに世界を牛耳るのはどうするかっていう、うん、だからそのロスチャイルドの力の根源はみたいな、うん、高くチャンネル公式じゃないのあんの高くチャンネルって、うん、サクソバンクはデンマークの投資銀行、へえそうなんだ、あ日本にもあるんだサクソバンクって、へえ。 EU 離脱はねボンド復活でしょうね、デジタルボンドというか EUで EU デジタルユーロにはなりたくないってことですね、イギリスは。だからユーロは終わってるっていうふうに踏んだんでしょうね EU はね、うん、
大手のデジタル通貨が全世界的にベーシックインカムやられればすぐに国の概念ついてそうだと思うし、ちょっとねこう考えてみてください。例えば、これから Google とかがデジタル Google、要するにデジタルペイね、 Google ペイなるものを作ったとします。通貨を作ったとします。それでこの Google の証券、 Google の中ではこの Google Pay が使えるとします。そして Google の社員はこの Google Pay で支払いをすると、 Google の取引会社にも Google Pay で支払いをすると、なおかつ最初に Google さん、 Google とまあこうサービスをしている人間には Google Pay がベーシックインカムとして Google Pay を例えば10万円分の Google Pay をGoogle さんが配ってくれるとします。もしかしそしたら俺たちは国って必要なくねってなっちゃうな、うん、あ、スシローの店員が AI 化する、あ、そうかもね、うん、デジタル通貨パニックですよ。だから戦争になる可能性があるってことですよ。そのだってものすごい力でしょこれ、通貨発行権なんだから。通貨をいくらでもデジタルが普及したらそれこそ 0.001 秒でお金を生み出せちゃうわけでしょ。これが MMT なわけじゃん。要するに人が信用してて借金を誰かがしてくれてそれを返してくれる限りお金っていうのは生み出せるわけですよ。それが国家だったから、日本国が日本円というものを日銀に頼んで刷ってる限りはいくら借金しても問題ないということが MMT だし、それを根拠に、結構、話をしてたけど、最近太郎ちゃんは MMT のこと言わないね。まず言わないで予算の組み替えだとか無駄を省くとかそっち系で予算を生み出そうとするとなんだけど、あのちょっとすごいことじゃないのこれって。要するに徴税権でしょ、うん、そうです。ある程度力関係が固まる、まあだからあのもうとにかくね、あのデジタル人民元はもう確実です。もうデジタル人民元はもう作るって決めてるし、中国の影響下でやっていくと、これ間違いないと。じゃあインドはどうするのかなとか、 EU はもう決まったよね、これ出すんだからどうせ。でアメリカもデジタルドルなるものを出します。これがリップルになるのかビットコインになるのか、それともリブラになるのかまた別なのかわからない。でもここの記事で重要なのはね、日銀は未だにこの後に及んでも日銀は作らないって言ってる、うん、これの深刻さですよ。作らねえってお前どういうことだよお前、デジタル円を作らないわけ、作らないんだったらどうすんの。え、もしかして何、アメリカデジタルアメリカドルを日本は作らされんの。日本でデジタルドルが流通してたら日本って主権があるの、うん、あ、高橋是清さん、じゃあ昭和恐慌のことね、はい、後で見てみよう、うん、デジタル通貨が走り始めたと見るべき。そうです、もう2020年はデジタル元年、まさに紙のペーパー円というこのお金ね、お金ね、これこれ、よいしょ、こう私のこの千円札、これが今までのお金、これがお金、これがお金だったんだけど、これがこの時代がついに終わるのが今年元年。やばくないですか、うん、あ、こんばんは、オワルゼットさん、
もう だってそういうことでしょ。うん。え、1万円札が持ってねえよ俺も。小遣いねえから。そういうことです。あの、ダボス会議でベーシックインカムにしないと、だから、世界でもしこの、お金を配らないで、その、デジタル通貨やってしまったら、その、暴動とか起こるんじゃないかなとか、そのなんか、そういうことなんじゃないの？だから、うん、こう、デジタルになった時に、もうそれこそ本当に、あの、通貨発行権っていうのは無限どころだって、これ紙じゃん。少なくともこれ印刷代、印刷の技術が必要だし、紙が必要じゃん、これ。ものだから。単なる紙だけど。にしても、有限でしょ？でもデジタルになったら、無限だから。うん。いくらでも生み出せる。で、しかもですよ、あ、日本のセキュリティガバガバですからね。本当だよね。どうすっかね。いやー、ということが今日のトップニュースです。はい、こんなニュースが来るとはね、正月早々。えーみたいな、 BIS みたいな、国際金決済銀行って言ったら、お前陰謀論大好きの人たちからみんな知ってるじゃん。ね。そこがデジタルにすると。あ、ってことはもうデジタルなのね、と。で、そのことをダボス会議で話してると。うん。あ、初コイン、ありがとうございます。うん。で、今、24日まで話し合いをして、さあどうするか。日本は話し合いすら行ってないと思うので、まあ、こうなんつうのかな。通達だけじゃないこれ。うん。いや、なんか、要するに、ベーシックインカムを本当にやってくれたら、とりあえず、生きることにの辛さはなくなるけど、格差はあるだろうね。うん。そうですね。デジタル通貨になると LINE Pay みたいな感じで、LINE にポイって、お金が入って、うん。信用スコアで配分が決められる可能性もあります。うん。それ中国がやるでしょうね。で、中国のやろうとしてる、要するに人権無視のデジタル革命の方が、だから日本も参加してるとは思うけど、なぜ安倍晋三も行かない、黒田も行かない。で、誰が行くんでしょうかね。うん。マイナンバーとも紐付けしないといけないですね。あ、それはもうマイナンバーと紐付けするっていう話をしてるよ。うん。いや、だからさ、みんな、とんでもないことがこう、大きな流れが、ねえ。うん。デジタルできません。いやいや、それはまあ、私がここで話すから。うん。そうだね、そのスタンダードになるべく通貨戦争が始まってるという、もうそういうバチバチの戦いが今始まってますね。お金を貯めても価値がないかと、お金持ちが一番知ってて金を買ってますね。ロレックスとか実物資産を買ってますね。お金という価値観が変わるから、お金というルール、そのもう変わってしまうので、例えば皆さん、明治の前は藩だったでしょ？その、江戸っていうのは何々藩だったわけよ。で、何々藩だから、そこに藩礼って言って藩のお金があったはずなのよ。藩で使えるお金があったはずだけ。藩では使えたわけよ、その中では。何々県では使えたわけよ。でもそれもさ、ないじゃん。今は。あともっと言うと、第二次世界大戦の時に、日本は軍票を出したよね。日本軍がお金と評してお金を出したけど、それもなくなっちゃったよねって。だこれって信用で成り立ってるものだから、この信用がなくなった時点でこれ紙なのよ、紙。
あ、そうです、そうです。だからその参加は参加なんですけど、マイケルさん、ただそのダボス会議でちゃんとその議論をできてるかな、日本の代表がと思います。あ、ロレックスは価値があるからね、資産価値が、うん、だから資産としてはいいと思いますよ、うん。まあ私はお金ないんでね、買えませんが、ええ、銀行強盗はなくなるがハッカーが怖い、うん、だよね、うん、いやーやばいわ。いやどうなんのかな、わからんけど、日本は日銀はなんか日本ではデジタルの出の字もなくて、そのあるとしたらソフトバンクのが LINE PayPay とか LINE Pay とか、ソフトバンクが民間がやってるだけで、政治家の先生もマスコミも全然言わない。だからどういうこと、どういうことと思って、今日はこれを最後に皆さんと話をしてるわけでございます。あとね、これから、限定チャンネルは、これ9時半から始めます。限定チャンネルの方ではね、令和新選組の事務局とか、あとですね、まあそういったことをちょっと掘り下げようかなと思ってます。はい。現在の資産価値という概念にこだわりすぎかも。金も宝石も単なる希少価値であまり欲しいと思わない。なるほどね、うん、ダボス会議、日本の参加者は圧倒驚く人たちグレタがわめいてトランプが楽観グレタさんはあれは あれはなんかあれね、なんかもうゲイだな、うん。現在の通貨制度は米ドル中心なので、欧州日本でデジタル通貨研究し始めたんじゃないんですか。研究し始めるとしたら遅すぎますよね。もうあの人民元は実装されるんで高くの候補が落ちるに決まってるやんグレタさん大暴れ。グレタなんでグレタさんっていうの、グレタちゃんでしょあの子は。なんかグレタさんがみたいな、だからグレタちゃんね、うん、グレタちゃんがあの言ってるけど、うん、まあなんかこうね、そういう流れもあるよね、うん。アルゴア大統領とかとなんか重なって見えちゃうんだけどね俺、うん。だからまあね、うん、まあいろいろあるだろうけどね、いろいろあるだろうけど、うん、まあこうダボス会議の後にね、またいろいろぼちぼちとこう三面記事かなんかで出てくるよみんな、うん。俺テレビ見てないから分かんないんだけど、その何がトップニュースなのか分かんないけどね、あのアメリカは別にデジタル通貨、うん、そうですね、中国はデジタル人民元をやりますし、アメリカはアメリカのドルで、なんかやるんじゃないか、中国の方が先行ですね、もう中国はもう実装されます、うん、中国はもう早いですね、もう早ければもう本当2月とかに出てきちゃいます、うん。あ、コロナウイルス、そうですね、はい。アイヌの話はちょっと前にやってました。後でログで見てください。うん、アイヌは強かったっすね、うん。アイヌやばいって、うん。アイヌがなんであんなに強いんだろうっていうのをまたちょっと勉強しようかなみたいな。MX 騒動？ MX 騒動って何？MX 騒動って何？市川さん。
全然わかんない、その MX 創造ってなんだろう、何、俺のあんちゃんが別居したことがトップニュース。デジタルアメロの可能性もありますね、フェニックスとか。だから何が出てくるかわかんない、うん、その何をするのかっていうか、その本当に、うん、ただもうデジタル人民元は高級車届けず、ああ MX が当たったのに当選したのに届けないってこと、うん、そうだね、ウイルスもやんないね、すごいね、日本のマスコミって死んでんだね本当に、うん、もう本当に死んでんだな、だもう見る必要ないね、もう全然なんかネットの記事の方をちゃんと見た方がなんかまともになるよねみんな、うん、意味が分かんないわ MX 騒動が。いやあのね、アイヌが強かったのはその現行でね、そのうーんなんだっけ、チンギスハーンとかがねアイヌと戦ってて、アイヌは何度も勝ってんだわ、北海道にいたアイヌが、その現行より前にもう何度もそのチンギスハーンの部隊が1万人クラスで北海道に侵略してきたんだけど、アイヌはその度に勝ってるっていう、最強最強みたいな、うん、それと今日はね藤原三代、奥州藤原家のことをちょびっと話しました、うん、いやなんかねウイルスの話はね日本のニュースでなく海外のニュースを見るべき、あ、武田先生、うん、オリンピックの靴、何その靴って、何なの、うん、インターネットするだけで税金を取られると、インターネット税が総務省から提出された、へえそうなの、 5G に向けてでしょ、 5G をの確か基地局を作るために、うん、あそう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 、うん、貿易もうまいし、うん、すごいよね、なんか全然縄文時代ってなんか縄文人がなんか遅れた民族とかいうのは全然違うっていうね、うん、まあノロウイルスの例もあるしね、ピンクの厚底シューズで記録ラッシュっていうニュースがあるのっていうのが日本のニュースなの、日本でのニューストップ、はあ、マジか、トリフインフルも豚インフルも短期間で収束、ああまあ確かにね、うん、まあでもちょっとね今回どうかな、わかんない、ウイルスってねどんなものかね、日本は今ちょっと潔癖症になってるからね、うん、日本になったらどうかわかんないね、うん、ギャラ未払い、へえ、まあ、マジでどうでもいいね、この本当にね、うん、厚底シューズでアシックスの株が爆上がり、あ、そうなの、いやでもなんかこうデジタル通貨に関、デジタル貿易っていうかデジタル貿易に対しの不均衡に対してのこととか、まあ、聞いてみたいな、うん、写真見たらみんな同じ服書いてる、あそうなんだ、へえ、ヒロビはゴーンのこと、へえそうなんだ、うん、まあということで、今日もこれぐらいにしましょうか。はい。皆さん、こんばんにゃんこ。聴導員大学でございます。最近
あんまりモノマネをしないから、うん、高くは真面目になっちゃったという意見があるが、そんなこともなく、本当はモノマネをしておちゃらけたいんですが、時間があまりなくたい、なんだかんだして、なんだかんだなんだかんだして、モノマネやることもなく終わってしまう今日この頃でございます。それでは、顔洗えよ。歯を磨けよ。あそこは、6階。今日は6階。洗えよ。今ちょっと、今日はね、縁起が良くない話だったからな。ちょっと6階。洗うように。ということで、ピノが欲しかったね。高くがごとくです。ということで、皆さん、今日も見てくれて、あざーす。また明日、同じ時間にやろうと思います。じゃあ、またね。おやすみなさい。